初めてゲームプログラミングノードン解説、今回は車ノードンの解説をしたいと思います。まあ解説と言ってもこれまた何を解説するんだというものになるんですけども、いつも通りヘルプを見ていきましょう。はい、車ノードン、ブルルンブルルン、車をゲーム画面に出して動かすよということで、ヘルプですポート、入力ポートが3つあります。アクセル、ハンドル、ジャンプ。まあ、アクセルはアクセルでマイナス2から2、マイナスを入れるとバックします。ハンドルはマイナス1から1で、マイナスなら左、プラスなら右です。ジャンプは0か0がいい。それが来るとジャンプします。まあ、入力されている長さが長ければ高くジャンプするというもののようです。出力はなし。連結ポート、上の連結ですねのみあります。振る舞いは、まあ、モノノードの共通みたいな感じのものがくっついてます。色が変えられます。移動スピードは0から2が指定できます。ジャンプ力は0から2、大きさ1、Y 軸回転が設定できるというものです。で、車ノードは1ゲーム当たり8体まで呼び出すことができますよというものです。それではちょっと軽く動かしていってみましょう。まあ車ノードですね、動かすのはアクセル設定して、まあ、アクセルに入力を入れるとこのように走り出します。で、ハンドルを切るとまあこのように動くというものです。で、まあリアルなカーレースゲームで使えるような代物ではなく、結構キビキビした動きをするので、まあ簡易的に車を動かしたいというような時に使うといいと思います。まあ、こうやってジャンプもね、これジャンプすごく 0.1 なんでちっちゃいんですけど、まあ、ジャンプを入れるとこのようにちょっと感性が働くぐらいかな。で、こう動いてる時にアクセルを離すと結構スーッとスピードが落ちるんですけど、ジャンプをしてるとスピードが落ちないと。なかなか落ちなかったりします。で、こんな坂道を作ってみました。車は一体どこまで傾くのかという実験です。やってみましょう。あるとこ行くとなんかこんなになっちゃうんですよね。ここまでは傾きます。ここまでは傾くんですけど、これ以上こうするとなぜか元に戻ろうとする力が働くようです。謎の力が働きます。はい、どれだけ傾くことができるのか検査できるプログラムを作ってみました。まあ、車が乗っかってる長方形が回転するだけの簡単なプログラムです。横向き、どこまで傾くか。だいたい60度ぐらいですかね。早くやりすぎると、まあ、60度いくと、50度ぐらいまでだったら、滑らず耐えるみたいな感じですかね。これ結構いってるんじゃない？これ角度見えなくなっちゃった。うわ、こう一回転とかさせられないみたいですね。あるところに、まあ60度以上になるとまあ戻っちゃう。回転せずに戻ってしまう力が働くような感じですね。60、そうですね。だいたい60度か70度ぐらいで戻ってしまうようです。はい。というわけで、
車のおどんの解説は以上になります。まあ走らせたりハンドル切ったりはレッスンでも出ますし、皆さん自分で作ってたん確認してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。で、さよなら。